キックボクサーの橋本悟です。試合から5日経って目の腫れもだいぶ引いて、まだちょっとアウトだとこの切り傷が目立ちますけど、まあダメージがだんだんだけど、まあちょっと頭がまだ痛いですけど、まあ、そんな感じで、昨日今日町田君のシュートボクシングのセコンドと子供のアマチュアの試合をできました。それ見てね、ちょっと自分のこともちょっと考えながら見た感じがあるんですけど、まあ試合会場行くと、まあみんなお疲れ様、まだ頑張るんでしょうって言っていただけて、すごいありがたくて、まあ握手してくださいとか写真撮ってくださいって言ってもらえて、まあ嬉しい反面、まあやっぱりまだ頑張りますよねって言われるってことは、まあもう引退も遠くないってみんな薄々思ってるのかなっていう感じで、ちょっと思いましたね。まあいきなり、もう次もうやりませんとかそういうことはまずないんですけど、まあとりあえずまず勝って、ね、勝って、まあいきなりやめるとは言わないんで、まあ、この次の試合でやめますってちゃんと言って試合をしたいですね、僕は。やっぱこれでやめるんでって今まで応援してくださった方に、はっきり言ってやめたいんで、まあとりあえずまあ、この次ってわけじゃないですけど、とりあえずまあ次、勝たないと話が進まないんで、まあまだ次も全然決まってないんですけど、ですね。まあちょっと僕は気分屋なんで、これでまた、その次の試合でスカッと勝ったら、またやるぞってなっちゃうかもしれないですけど、まあでもまだまだやるぞって感じではないのかなってちょっと思いますね。っていう感じの心境なんで、ちょっと YouTube に撮ろうかなと思って撮りました。で、まあ YouTube 再スタートしたんですけど、まあ、皆さんちょっと質問とか、なんか見たいものとか、やってほしいこととかあれば、どのコメントとか、まあツイッターでも何でもいいんで、どしどしお願いします。まあ、あとチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。